チームスカイネオスグレナディアスは、イギリスに席を置く、自転車競技、ロードレースチーム、UCI ワールドチームの一つである。2010年に、イギリスのテレビ局スカイをメインスポンサーとして設立。イギリス人初のツールドフランス総合優勝者の5年以内の輩出を標榜し、2012年に、ブラッドリー・ウィギンス、2013年に、クリス・フルームが、 総合優勝を果たし、2018年までにチームとしてツールドフランス総合6勝を達成。また、国内ロードレースのレベルアップも目的にしている。イギリスのチームが徹底されており、2019年5月1日にメインスポンサーは、イギリスのテレビ局スカイから、イギリスの科学企業、イネオスへと受け継がれ、チーム名は、チームイネオスとなった。チームのサポートカーは、 イギリス発祥の自動車メーカージャガーを利用していた。今まで一度でもドーピング要請となった選手、スタッフには声をかけず、過去の違反であっても発覚した場合は解雇、という厳しい反ドーピング姿勢を打ち出している一方で、MPCC には加盟していない。選手一覧、ありがとうございます。